どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボーク駆逐ビッグマダムを駆逐せよの、A ですね。 A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。前は、この重装ですね、助走重装を、メインに戦ったんですけど、今回はこのフェスゲンの格値出したウリエと誕生日のムツキも入れて、オークション編をもっとね忠実に再現していきたいと思います。で、光栄なんですけど、重装の後ろにはプレミアムの重装、ウリエの後ろにはプレミアムのウリエ、ムツキの後ろにはプレミアムのムツキを入れて、まあいけんのかなちょっとわかんないけど、調整していきましょう。さて、まあとりあえずブーストを扱ってきたんで、スキルを使っていきましょう。まずあれですね、ムツキを使いますか。まあこの戦い本当にムツキが鍵になってくるとは思う。で、相手闇属性だな、フリ属性っていうわけではないが、まあいいや。で、ウリエ出して、これ今迷ったわ、ウリエソイヤ使うの初めてだわ、順番が。で、普通に重装でブレイクするよりかはブレイクバースト持ってるやつがウリエだけなんで、ウリエでブレイクするようにしていきたいから、ウリエにスキルを試さすか。で、ウリエが確か武器耐久値マイナス10だったかなの、単発攻撃ですね確か。で、これで殴ってウリエでブレイクしていこう。これでね、1ターンなら攻撃力が 1. 何倍なんだろう、5倍なのかな。ブレイクバースト S プラスなんで多分 1.5 かな。で、重装使って相手の攻撃力を下げていく。で、 0.4 倍ですね。これで相手の攻撃力を下げて、ムツキでこっち防御バフかけてるんで、まあ大丈夫なんじゃないかなと思うんだけど、まあ、今回は多分ウリエを中心的に使って、で、ウリエで殴って、いいね。んで、もう一回重装で殴ろうか。じゃあどうしようかな、ここプレミアムの重装出してみようか。これも使うの初めてですね。お、いいね。お、スキルかっこいいじゃん。いいね、いいね、いいね。あ、これスキルではサソリを投げるけど、普通の攻撃はあれなんだね、一手ズバズバ切る感じなの。まあこんな感じでいいでしょう、1ターン目は。あ、まだムツキは残ってたのか。んで、今ので700万ぐらいかな、火力的には。あー、流血。まあこっちも持続回復あるからね、武器耐久値回復してくる。いいね、いいね、いいね。防御効いてるし、敵の攻撃力ダウンも効いてる。プレミアム重装のスキル何だったかな。で、ここも売り絵にスキルを試させます。で、あとは殴ってウリエでブレイクしていくと。最高の気分だ。 OK で、ブレイクバスト発動と。じゃあ今回のシフトはあれだな、ウリエちょっと交換してみようかな。んで、123ポンと。あ、やべ、しくった。で、打って、あー、今火力、これこいつどれぐらい出たんだろうな。まあこいつ熟練度がね、87万か、熟練度がね、あの 20% なんですよね。なんで若干弱いんですけど、スキルの火力的にも多分。あ、でも覚醒か、覚醒後のスキルはそういや変わんないんだっけ、覚醒キャラって。そういえばそれが覚醒キャラの強みなんだっけな。ただ、カグネ出してるターンがあれか、短いかもしれないよっていうあれなのかな。さあ、2ターン目も終わり。こいつなんかでかい攻撃してきたっけ。食べちゃうわ。あ、武器耐久値は毎ターン回復してきてくれるが、別に絵と連れてきてるわけじゃないから。どうしようかな。
まあ、出しっぱなしでいっか。で、ウリエでブレイクして、どうです？最高だ。最高の気分だ。ズドンと柔道使って、で、このターンかな、このターンで確かムツキのあれが切れるんだっけ。だから次のターンにムツキのあれを使わないといけないから、スキルをね。 OK で終わりかな、とりあえず。武器耐久値前夜マイナス2か。これやられまくるとムツキと銃像ちょっとやばそうだな。あれ2回使われるとブレーキしちゃうから。あ、ただ銃像かわすのか。ただ武器耐久値マイナス2って確定なのかな。あれ、これムツキって5ターンだっけ。で、今回ちょっと銃像下げてみようか。んー、じゃあフリエでブレイクして、最高の気分だ。銃像打って、お題は結構。今回一応ね、防御力 と、攻撃力のブーストはつけてきてるんだけど、さすがに奥はいかないな。最高だ。最高の気分だ。今3000万ぐらいね。飼いならした方です。オッケー。やれ、プレミアムの銃像のさ、あのスキル内容全然見てなかったけど。いいよ。やっぱあれだね、ムツキと助走銃像のコンボが強すぎる。多分この2人いたら、まあ大体は負けないんじゃないかな。最高だ。最高の気分だ。よいしょ。んで、ウリエを打って、ここな、2回シフトできるからな。まあウリエでいいかな。たまるよね。そういや、プレミアムのウリエってあれだよね、防御力を下げる代わりに、下げる代わりに自分の攻撃を2倍にするっていう。でラスト、ウリエで締めて終わりと。よいしょ。こいつあれだね、スキル5倍にしたいね、レベル5に。その程度なの。よし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 。まあ今回はフェスゲンのウリエをちょっと活躍させてみたんですけど、あ、待ってあ、俺もしかしてレベル上げてなかった。レベル9とかになってんだけど、見てこれ、左下の銃像がさ、レベル9って。でもね、今レベル 9で全然強化してない状態でも死ななかったよね、ビッグマダムの攻撃何発か食らって。すごいな、すごい発見をしてしまった。これも銃像で相手の攻撃力を下げて、あれだね、ムツキでこっちの防御力を上げてるから、いや耐えれるんだな、このパーティーのメンバーが。こんなレベル9の前なんぼだったんだろう。こいつ熟練度上げるために同じ銃装混ぜただけだと思うから、レベル2とか3とかだったのかな、今の。ちょっと後で確認しとこう。というわけで、今回は駆逐ビッグマダムを駆逐せよに、ウリエとムツキを加えて、原作再現をしてみました。まさかの銃装のレベルが低いっていうオチだったんですけど、はい。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが通りております。どうも。